この辺もね、今からまたちゃんと紹介していきます。はい、はい、おすすめです。でも本当に履きやすい、これめっちゃ形綺麗やんね。めっちゃ形綺麗。ちょっと今からご紹介しますね。はい、はい、じゃあこちら次2点目のご紹介に行きます、うん、はい、こちら品番が M3783 のカットオフストレートスキニーデニムです。はい、はい、お色が今アリちゃんが履いてるのがライトブルー、はい、はい、そしてモピが履いてるインディゴの2色展開と、あとプチ M と M の2サイズ展開となっております。はい、ではお値段いきます。じゃん、2990円。イエーイ。でこちらも今日6時から明日の朝11時59分まで送料無料の特別価格です。はい、はい、じゃあ一つ目ポイントお願いします。はい、まず素材感は、まあ、本当に少し、うん、がっつりじゃないけれども伸縮性ややあり、はい、となっております。そしてなんか形自体は結構細身。そうですね、そうですね、どちらかというと本当にストレートと、あの表商品名にもある通りストレートなんですが、うん、太めのストレートではなくテンパの気味というか、うんうん、なんだろうな、本当にスキニーとストレートの間、確かにね、本当に間やや細身な形になっております、うんうん、なので本当に履いて瞬間にウエストの着心地本当に良くて、うん、めっちゃいいね。多分モピちゃんもだと思うけど、モピちゃんもっとあると思うけど、私では結構ゆとりあるんですね。なんかあのお腹結構出てるんだけど、アリちゃんね、ひそかにね、うん、ずっと言ってるんですけどね、そんなことないけど、なんかね、本当にゆとりがあって履きやすくて、うん、でかつこのちょうどへそくらい、おへそくらいのハイウエスト感、うん、一番綺麗にこうスタイルよく見えるんじゃないかなと思っておりまして、うん、ね、着やすいかなと思います。で本当にさっきもお伝えしたんですが、うん、PM と M の2サイズになっておりまして、うん、ウエスト幅とヒップ幅、あと渡りと裾幅までは、うんうん、PM も M も一緒です。はい、一緒です。で、うん、違うのが股上と股下になっているので、うん、この丈が違うだけで、うん、他は全て一緒になってます、うん、なので本当にもう丈感はね、もうピッチャー155で、うん、アリちゃん162で、プチ M、M なので、まあ、本当に丈感の参考、そうですね、していただければなと思います、うん、思います。はい、はいはい、以上です。はい、ありがとうございます、うん、じゃあコメント読んでいこうと思うんですが、うん、そう、ライトブルーかわいい、そして安いって。そうなんですよ、結構デニムにしてはね、ね、うん、お値段がお手頃です、うん、ね、あ、後ろ姿みたいです、はい、OK です。後ろも結構すっきり見えですよね、これ。そうで、まあ、そうか、伝えるのに1個忘れてたけど、カットオフストレートなので、うん、このね、裾の部分がこんな感じで、うん、切りっぱなしみたいな、そう、切りっぱなしのデザインになってます、うん、めっちゃ可愛いです。だからね、めっちゃおすすめです。うん、なんか特に両方とも色味的にはもうオールシーズンいけるし、うん、春先とかも全然使っていただけるので、うん、年中ね愛用してもらえるアイテムじゃないかなと思います、うん、はい、私もそう思います、うん、太もも周り、太ももはピタッとしてないかなって。太ももはかなりというか、まあ、ゆとりはあります。そうですね、スキニーとかとはまた違いますね。本当、アリちゃんが言ってくれた間が正しい表記で、私結構太もも張ってる方なんで、スキニーとかパッツボツになるんですけど、これはね、私もゆとりがあります。なる？うん、あります。なので本当間が正しい、スキニーとストレートの間の感じと思ってもらったらいいかなと思います、ね、はい、あ、ごめんなさい、プチ M って何ですかっていただいてるんですが、はい、まあ、レタスオリジナルの企画サイズで、M とプチ M はあの独自の企画でプチ M っていう表記があるんですけど、はい、M と、ウエスト周りだったりお尻周りは一緒なんですけど、丈、股上と股下だけが違います、はい、そうそうそう、だから低身長さんでもあのプチ M 全然履いていただけますし、うんうん、高身長さんでもあのどっちも選んでいただけるデニムになってます、うん、はい、はい、です。で、モピちゃんが 155cm、 アリちゃんが 162cm、うん、プチ M 着用、M 着用になっております。なっております。はい、うん、あ、子供と公園で遊ぶのに動きやすいかなって。動きやすいと思います。もうね、めっちゃ伸びる、ストレッチ抜群ではないんですけど、うん、やや伸縮性もありますし、うん、本当にあのね、スキニーじゃない分この足の動くところ自体にゆとりがあるので、うん、こう動きには全然、動きやすさは本当に抜群だと思います。私もそういうアウトドアの時に履きたいなと思います、うん、めっちゃいいと思います、うん、あ、お二人のウエスト差し支えなければ教えていただきたいです。あ、センチかな、センチ、センチ分かんないです、ごめんなさい、分かんない、忘れちゃった。あ、私62です。いや、私何覚えたかな。
マクシャル60ないんでしょ、多分。いやー、どうだろう、ちょっと59ぐらいじゃない、あったと、あの60近かった人も60ないよ、絶対。じゃあ 59.9 ぐらいになってきます。58とかじゃん。いやー、どうなんですかね、ちょっと前測ったんですけど忘れちゃって、ちょっとまたお伝えしますが、ウエストも細いのよ、まあ、骨格ウェーブなんでね、ウェーブさんはね、ウエストがあれなんですが、うん、です。マクちゃん、プチ M の丈はくるぶしより上ですか。そうですね、くるぶしより上だね、うん、上です。ちょいかかってるかな、ちょいかかってるぐらいかな、ちょいかかってるぐらい、うんうん、まあ、でもペッタンコでも全然問題ないですね、うん、これは、はい、です。うん、あ、色迷うよってね、確かに黒色迷いますね、ね、せっかくなんで他の方でも、うん、違う色、そうですね、色かな、はい、はい、お願いします。じゃあ私次着替えてくるときに、あの M サイズも着用してほしいだったので、ちょっと M 履いてこようと思います。はい、うん、あ、ブルー、あ、ライトブルーの、うん、ライトブルー春のイメージがあるので冬コーデみたいです。 OK です。じゃあちょっと次履くときにちょっと冬っぽいコーデにしてこようと思いますが、アイテムがあるね、ちょっと後でしてきます、少々お待ちください。うん、下っ腹ポコにはきついかな。あ、でもどうでしょう、スキニーと本当ストレートの間ので、ここめっちゃピタッとはしてないんですよね。あと若干伸縮性あります、少し伸縮性あるのと、ここも私お腹周りもゆとりはあるので、そこまでねピタピタっていう感じにならないかな、うん、結構この辺がパツってしてると結構お腹ポコ目立っちゃうと思うんですけど、これはねそこまで気にならないんじゃないかなと思います。はい、私もこのデニムは欲しくなりました。うん、あ、マイマイデニムと同じぐらいのハイウエストですか。ああ、でも履いた感じはマイマイの方がもうちょっとあるんじゃないかな。ちょっとマーター髪のね表サイズのセンチが今パッと見れないんですけど、履いた感じはマイマイのがハイウエストかな。ちょっと見比べてみよう。そうだね、マイマイの方が結構ハイウエストな気がする。で、あ、確かに、うん、あ、全然違う、わかります、これこのまたこの付け根のとこで合わせてお見せすると、うん、マイマイの方がハイウエストですね、うん、これぐらい指2本3本分ぐらいかなはハイウエストです。はい、です。これにスニーカー履きますね。うん。エアポコできますか ？OK です。エアポコいたします。股下何センチですか？股下は今私が着用しておりますプチ M は61です。はい。で、さっきアリちゃんが履いてた M は68センチでございます。150センチでも大丈夫そうですか？そうですね。私の155でほぼくるぶし。あの骨のところあたりなので150センチさんでも引きずるってことはないかなと思います。ちょっと足の方には乗ると思うんですけど、多分引きずることはないんじゃないかなと思います。はい、だから商品ページにあの152のスタッフの着用動画は上がってるので、よかったらそちらも合わせてご覧ください。はい、マピちゃんウエスト緩くないですか。ちょっと緩いです。はい、ちょっと若干、そうですね、ちょっとやっぱ下がっておきます。あ、でも全然骨盤で止まるんですけど、うんうん、若干あの下がるんで、まあ、ベルトするか、それかまあこれからニットとかインしたりするんで、まあ、私は全然これは気にせず、あの履くサイズ感にはなってます。はい、うん、ちょっとしていきますね。あ、かわいい、あ、グリーンとかわいい、ね、グリーンと言うよ、うん、めっちゃかわいい、めっちゃ走ってきたって言う確かに。お前もみちゃん絵が入ってって。オッケーです。どっちの色が推しですか、迷います。迷うよな。あ、むずいな。けど結構いつも暗めのデニムばっかり選んじゃいがちだから、アイスブルー欲しいかなと思っていたりしていたりですね。していたりね。そしてこのブーツもね、なんかチェルシーブーツ、トレンドだよね。うん、トレンドですね、今年よく見るね。うん、なのでまだ今年ブーツ買ってないよって方、めちゃくちゃおすすめです。はい、これね、ソールの部分がすごい可愛くてこんな感じになっております。結構厚め、厚底気味でちょっとデザインがある感じ。チェルシーブーツ本当に今年よく見るのでめちゃくちゃおすすめでございます。普通のデニムの生地の厚さより薄いですかっていただいてますが、普通のデニムです。
生地の厚さは、うんうん、薄くもなく厚くもなく、本当にごく一般的なデニムの厚さかなと思います。もみちゃんプチ M の丈からだったら細ヒールのブーツとか合いそうよね。ああそうですね、うん、うん、ちょっと足の甲見えるからちゃんと、うん、確かに合うと思いますね、めちゃめちゃ、ね、はい、アリちゃんが着てるカーディガン気になるね。これね今日発売だっけ。そうですね、確か今日発売だったと思う。ちょっと待ってくださいね。これはミックスヤーンカーディガンです。こちらも本日発売のカーディガンでして、品番が C6210 になっております。はい、グリーン化できれい、やったー、嬉しいです。で、サイド4は重さはどうですかといただいてます。重さね、やっぱりソールがしっかり厚みがある分めっちゃ軽くはないです。結構しっかりはしてますが、なんか日常になんかこう生活きたす以上、生活に何だろう、被害を及ぼすではないので、そうね、被害を及ぼすだから特別重いとかじゃなくて、まあ多分こういうもんかな、多分このブーツも、うん、そうと思う。マーチンとか持ってるけど本当にやっぱり重たいくはなっちゃうので、普通の靴よりは、はい、でございます。うん、はい、うん、あ、そうです。あ、そして私 M 履いてきました。はい、 M になるとまた股上と股下が違うだけなので、やっぱ股上もちょっとハイウエスト目になるのと、うん、ちょっと足の方には若干乗りますね、うん、ちょっと乗るぐらいです、うんうん、だから本当私の身長付近の方は好みになってくるかなと思うんですけど、うんうんうん、いやー、迷うな。私は結構 M が好きかもしれない。あ、そうだね、もみちゃん最近ゆるっと早いもんね。そうそうそう、パツンっていうかゆるっとした方が好きなんで、私は M かな、選ぶなっていう感じでございます。はい、あるちゃん、カーディガンのボタン閉めてほしい。はい、あ、はい、わかりました。うんうん、よいしょ、そうそうそう、あるちゃんの着てるカーディガン緑かピンク迷う。アリちゃん、ピンクの実物見ましたか。ピンクの実物見てるよね、多分見てるね。でもね、結構緑が欲しいかもしれない。うんうん、うん、緑推しでございますね。うんです。あ、お二人ともインナーはレタスのですか。あ、はいはい、けどね、そうだね、もう在庫がない気がする、うん、確かに私は多分これ N555 です。半袖なので、うんうんうん、で、ボタン閉めました。あ、可愛いね、なんか全然雰囲気変わっていいですね。インディゴはもう相性抜群なので、うんうんうん、間違いないと思います、ね、です。ちょっとしていきますね、はい、うん、あ、サイドバー狙ってたから重さ知れて助かりましたって。よかった、すごい、履けば履くほどってやつ、ほんまに履けば履くほど可愛い。これこっち系のサイドバーってやっぱりボリュームがすごいあるから、靴自体に、うんうん、足細く見えるんですよね。いや確かに、そう、ほんまにそう、なんか本当好き、こっち系、うん、私も好き。しかもそんななんか高低差がないから足も疲れにくいです。そうだね、そうそう、うん、ユニバとかね、そう、ディズニーとかね、うんうんうん、そういうシーンでもすごく活躍するかなと思います。うん、思います、ね、はい、です。あ、そうです、この私が着てるベストは、そう、火曜日にライブで紹介した富田さん品番のベストです。はい、これは日曜日発売なので、もう少々だけお待ちください。はい、うん、あ、サンカーディガンのブラウンありますか。これね、これね、サンプルがちょっと緑しかなくて、そうなんですよ、ごめんなさい、すいません、すいません、あ、ちょっとお聞きしたいのですが、デニム着るとたまにお股のとこ横にシワがよって変なんですが、形が合ってないのかサイズが合ってないのかなんですかねって。お股のとこ横に、ここになんか、ここな、ここかな、うん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 、ここなんやろ、サイズかな、まあ、でもサイズかな、サイズかな、形もあるとは思います。うん、確かに、でも両方ある気がする、うん、ね、どのぐらいかにもよるけどね、うんうんうん、そうですね、形がなんか一緒でもやっぱりデニムによって個体差があるんで、あのブランドさんによってもやっぱこの辺のお腹周りとかが全然違ったりするんで、両方、そうだね、そうですね、サイズも形もあるかもしれないですね。ですアリちゃん、カーディガンの肌触りどう？え、肌触りめちゃくちゃもちもちです、うんうん、伸縮性もこんな感じでミョンミョンと結構伸びますし、ミックスヤーンか、こうヤーン、ヤーンってつくのって本当に結構こうなんていうの、あったかいし、うんうん、ね、肌触りもすごいいいです。もっちりと
してる感じですかね、はい、今素肌下半袖なのでそのまま素肌で着てますが、それでも違和感ないくらいちゃんあの肌触りよく着れています。そしてアリちゃん、そのブーツで子供追いかけて走れそうですか？もう絶対走れます。もう本当にこっち系の靴はなんかもう全然走れちゃいます、うん、はい、問題ないと思います。走っちゃいましょうね。もみちゃん M でも全然大丈夫そうですね。あ、そうですね、全然 M でも私大丈夫です。だからほんま好みかな、うん、うん、と思いますね。そうだ ね、ちょっとお腹ポコ入れてきましたが、そんな分かんないんじゃないかな、お腹ポコ、うんうんうん、やっぱこの辺りも結構ピタッとはしてないですもんね、お腹周りも、ね、ちょっとゆとりがあるので、うん、そんなにお腹ポコ目立たないかなと、うんうん、思います。ヒップ幅が自分のヒップ幅より小さいの履いたりするとシワいきますよね。分かります。へえー、だそうです、うんうんうん、やっぱサイズ感とかもあるみたいですね、うん、M2965 とブルーの色似てますか？あ、ちょっと調べますね、うん、M2965 少々お待ちください、はい、カーディガンはいつ発売ですか？今日です、はい、うん、カーディチクチクしないですか？で、ね、今ね素肌で着ているので少しチクチクします、うんうん、全くしないとは言えないですが、本来多分この半袖着てるんですけど、この服を着ている部分はチクチクしないんです。この素肌の部分が若干するので、普通にインナーなんてですかね、下着ていただいてたら多分気になさらず着てもらえるかなと思います、うん、思います、はい、はい、あと M2965 と色味はね多分近しいと思うんだが、多分今回の方が、うん、今私たちが紹介するアイテムの方がもうちょっとライト系、もうちょっと明るい系のブルーやと思います、うん、多分こっちの方がもう、ご質問いただいた品番の方がもうちょっとブルーみがある感じだと思います、うん、ちょっと実物がないんで申し訳ないんですけど、そんな感じかなと思います、はい、うん、合わせた靴で OK です、うん、カーディガンの厚さどんな感じですか？素材は何ですか？カーディガンの厚さはそんなにめちゃくちゃ分厚くはないです。なので本当に今の時期にのケアアウターとしてすごい大活躍するかなと思います、うん、そして素材ですが、ポリエステル 50%、 アクリル 27%、 ナイロン 15%、 ウール 6%、 ポリウレタン 2% となっております。はい、はい、結構いっぱい入ってるね。で、そうですね、ミックスヤーンなんでね、うんうんうん、いろいろミックスしてあるので、はい、でございます、うん、で靴を脱ぎますと、うん、ウエストでちゃんと履くとこんな感じです、うん、ちょっと足の甲にはちょっと乗ってます、うんうん、よくない丈感。え、でも私は、ね、全然いけますね、うん、これぐらいの丈感好きなんで、うん、こんな感じです。ブーツの紐を教えていただきたいです。はい、ブーツは今日発売です、うん、確か、はい、ですね、はい、I2498 のチェルシーサイドバーブーツです。です、はい、I2498 です。はい、です。おしゃべりコーナーでいいのにデニムにツイード事例合わせお願いしたいですってあるんですけど、多分ツイード事例あったかな、ないんじゃないかな、うん、あきこさんのやつかな、あれか、今日のやつか、マイマイの品番のやつや、あボタンのね、あ、ゴールドボタンのやつ、うん、ああ、ちょっとサンプルがないんだ、ね、ごめんなさい、はい、すいません、すいません、でも絶対可愛いと思います、うん、間違いなく合うと思います。はい、はい、うん、あ、2人はどっちのカーディガン派ですか？こっちかこっちかな、うん、え、私こっちかも、私もこっちかも、あのこっち着てないけど、うん、まだ後で着てみようと思うんですが、うん、こっちかな、こっち2人ともこっち派でございます、はい、じゃあコメント大丈夫そうかなと思うので、次のカーディガンのご紹介に行こうかなと思います。はい、はい、じゃあアリちゃん、はい、はい、今日行きます、はい、お願いします。はい、うん、あとさっき TikTok の方でもね、おお、めっちゃ見てくださって、23人も見てくれて、おお、嬉しい、ありがとうございます。コメントいただいてたんですが、さっきのベストのポケットをフェイクですかっていただいてるんですが、さっき私が着てたベストフェイクじゃございません。はい、実際にポケット入れてます。はい、です。身長は私が黒の今服着てる私が155で、もう一人のアリちゃんが162センチでございます。はい、よし、あ、もっちゃんが着てるカーディガンはアラフィフが着ても変じゃないですか？全然変じゃないです。これは絶対大丈夫。結構デザインは、まあ、こういうポアンスでとかあるんですけど、
あのカラー自体もすごいシンプルですし、すごい合わせていただきやすいのと、あとお素材もあのすごいめちゃめちゃトレンドっていうか、結構あのベーシックに使っていただきやすい、すごい肌触りもいい、あのカーディガンっていうかブルゾンになっているので、これは全然関係なく着ていただけると思います。はい、あ、パールボタン狙ってます、ありがとうございます。次ご紹介いたします、少々お待ちください。今日のカラーパンツっぽいもの合わせて見れますか。あ、合わせて、じゃあ後ほどご紹介しようと思うんですが、これですね、かわいい、ちょっとまた後ほど合わせてご紹介しますが、結構これはね薄手ではあります。はい、なので真冬とかはタイツは必須かなと思います。でもその分ナスとか履いても全然問題ないぐらいの薄さなので、ちょっとこれも後ほど着用してみようかなと思います。はい、あ、ポアンソデって今年、来年でも着られそうでしょうか、流行り変わるのかな。あ、でも結構なんか定番になりつつあるとは思うので、多分その来年も着れるんじゃないかな。すごいこの辺りデザイン性があったらあれですけど、結構カラー自体はもうベーシックなワントーンなので、多分そんなにこれのカーディガン自体はそのトレンドは気にせず着ていただけるかなと思います。うん、そう、今日はね3種類カーディガン発売なんですね。そうですね、でもまだ全然形とかあのデザインが違うので、はい、ゆっくりまた見ていただき、今からパールボタンをご紹介いたします。うん、あ、かわいい、